ストーンズジェシー、森本が熱愛連発で深刻なファン離れ、グループ再検託された、船舶コンビ。2ヶ月連続で熱愛報道が出るとは、ファン離れが深刻です。こう語るのはテレビ局関係者。写真あり、再検託された、船舶コンビ。8月28日、森川葵29とストーンズ森本慎太郎27。 の熱愛が報じられた。ストーンズといえば7月、ジェシー28が綾瀬遥るか39との交際が報じられたばかりだった。一重引用布20年1月に CD デビューしたストーンズ。今年はデビュー5年目、結成からは10年目という節目の年だ。節目の年を盛り上げようという意識がメンバーも強く、2月から開催されたコンサートツアーは、 過去一の完成度とファンからも好評。メンバーでアイデアを出し合い、映像を駆使した演出や豪華なセットを考案したとのことでした。全室テレビ局関係者。終年イヤーにファンの気持ちも高まっていた矢先の熱愛発覚は波紋を広げている。ジェシーさんとアヤセさんの結婚を前提とした真剣な交際に多くのファンがショックを受ける中、 週刊文春によると森本さんと森川さんは大旅行を楽しんでいたと言います。またラジオ番組では森川さんの名前は出さずにタイ名物の三輪自動車トゥクトゥクと連呼する場面もありました。アイドルも恋愛は自由ですが自分たちの思いを踏みにじられたと感じているファンも少なくありませんスポーツ史記者。実はストーンズは 昨年の旧ジャニーズ事務所制課外問題を受けてある危機に瀕していた。仕事への影響を懸念し、二宮和成さん41や岡田純一さん43が対処しましたが、ストーンズの一部メンバーも対処を考えていたといいます。芸能関係者。松村北斗29が朝ドラ、カムカムエブリバディ一重引用二21年後期。 で、ヒロインの相手役を講演するなど、メンバーの個人活動はすでに充実していた。メンバー間でも意見が割れ、毎日のように話し合いをしていたそう。消化外問題で今後が不透明だっただけに、グループ解散という選択肢も上がっていたと聞いています。前室、芸能関係者。結局は、スタートエンターテイメントに残留。グループは存続となった。 ストーンズのレギュラー番組バリューの真実 NHKE テレが今春、消化外問題の影響を受けて放送終了しました。それでも度重なる相談の末、グループ一丸となり頑張ろうということで合致したそうです。前室、芸能関係者。前室のテレビ局関係者は言う。ストーンズはメンバー仲は悪くはありませんが、私生活は個人を尊重する風潮も。 ジェシーさんや森本さんの交際も他のメンバーは知らなかったそうです。それだけに一部のメンバーは対象思いとどまったのに熱愛報道でファンが離れていくなんてとじくじたる思いでしょう。同時デビューの存在もお誘致をかける。スノーマントはジュニア時代から切磋琢磨し、同時デビューを果たした仲間。ただ、人気はストーンズの方がかなり高く、 デビュー後もストーンズの人気は続くと見られました。全室スポーツ指記者。ところが、デビュー後はスノーマンの快進撃が続いている。看板組、それスノーマンにやらせてください。TBSK はファミリー層からも大人げで、新曲を発売するたび爆発的にヒット。スノーマンがここまでの存在になるとは、予想だにしませんでした。全室スポーツ記者。 8月21日には、スノーマンが初の5大ドームツアーに挑むことが発表された。一方でストーンズは連続して熱愛が報じられ、不本意な形で注目を集めることに。ファンはスノーマンに差をつけられているとヤキモキしています。全室スポーツ指揮者。低迷するグループを鼓舞しようとするメンバーが。これまではジェシーさんがグループの中心人物であり。 グループが伸び悩んだ時期にもみんなを励まし引っ張っていました。しかしそのジェシーさんは今、ファンからの激しいバッシングにさらされています。そこで、松村さんと京本大賀さん29がジェシーさんに代わり、メンバーを盛り立てようとしています。毎日何気ない話題を発信する二人のブログに心が和らいでいるファンもいます。全室テレビ局関係者。 実は松村と京本は一時は不仲で騒がれたことも。グループ結成前は先輩である京本さんを慕っていた松村さんですが、結成後は気恥ずかしさもあったのか目も合わせられないという関係に。気まずい雰囲気はファンも不安になるほどでした。前室、芸能関係者。そんな二人が今は手を取り合っているというのだ。 ファンが減るとグループの年間の予算が下げられてしまい、ライブの制作費なども削減せざるを得ません。足並みを揃えて再びファンの心をつかむべく、グループでしっかりと話し合う予定だそうです。全室テレビ局関係者。松村は6月、インタビューでこう語っている。悪い時に諦めたら残念な終わり方になっちゃうけど、その先までちゃんと頑張れば。 きっと違法に転がるし、最終的には何とかなるはず。キャンキャン。一重引用府24年6月号。松村と京本の急戦共闘でグループの窮地を救えるか。